はござれ。拙者は信用をもてなし武将隊陣笠隊の助けにござりまする。十五にござりまする。武将の方々をお助けするため、つつうららの戦を東へ西へ、我ら縁の下の力持ち名古屋おもてなし武将隊陣笠隊、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、これよりは我ら名古屋おもてなし武将隊の演武の刻、我らのことを初めて見たよ、中華の手を挙げてちょう。おー、よくおりますな。その中で名古屋に住んでる中華だ、手を挙げてちょう。初めて見て名古屋に住んでる、意外と少ないですな。ぜひとも我ら舞台公演とかあるで、その告示この後するで、最後まで残っててちょうよ。よろしくお願いいたします。我らはこの名古屋を日の本一の観光都市とすべく日々戦をしておりまする、400年前より蘇りし物の不集団でござる。こたびはこの名古屋に来た皆様方に物の不の魂を受け取ってもらいたい。そのためにただ見るだけではないわな。十五、勝ち時を共に挙げてまいりましょう。勝ち時とは戦勝祈願、右手の拳を見たび、えいえいおお、えいえいおお、えいえいおおと突き上げることにございます。元気なのがおる。皆様は声を上げることなく、我らと共に拳を突き上げてくださいませ。それでは早速練習をしてまいりましょう。皆様拳をご準備くださいませ。よし、ありがとうございます。奥の方の方までちゃんと上げてください。小さき横が上げとるのに大人が上げるのはダメにございます。参ります。皆の者勝ち時じゃそれ、えいえいおー、えいえいおー、えいえいおー、ありがとうございます。我ら名古屋おもてなし武将隊は400年前よりよみがえりし物の不集団、本日は現世という戦国の生きる皆様方にたくさんの元気とありったけの勇気を誠心誠意お届けする所存でございます。陣笠隊、助け！忠義の槍を心に据えて、貫き通すは陣の道。槍の的だと呼ばれしは、おだけが一番や、前田利家だ。皆の衆、わしが誰だかわかるかね。御三の国に、この絵が。戦国一の出世がした、わしは、豊臣秀吉。はぁ！理想を持ち、信念に生き、一心に生きてこそ、その生涯は光を放つ。我らは第六天魔王、織田信長である。我ら名古屋おもてなし武将隊、いざ参り。名古屋おもてなし武将隊演武、兵の分離。戦乱の世、アシガルトの民は健行であり、農繁期には戦ができなかった。これを改め、いつでも戦をできるようにしたのが織田信長様の兵の分離政策であった。はぁ、きっつい戦じゃったな。そうですな、足腰たたんわ。お、何ですか、サスケさん。拙者なんて、俺、いや、疲れんのか。疲れとる暇などございませんぞ。ほんか、
わしは明日のこと考えるとの。明日のことは明日考えましょうぞ。今を生きるのでござる。もうじゃな、明日の田植えは明日考える。明日の田植え、なんじゃその反応は。わしはもっと戦場によりとうござる。間近で信長様を見てそう思い申した。あの方のおそばでこの世が作られていく様を見てみたい。そのためにはもっと戦場で信長様のお役に立たねばなりませぬ。わしもそうじゃ。分かってくれますか、拙者の気持ち。分かる。戦場では足軽として信長様のお役に立ちたい。てか田んぼでは農民としてしっかり米を作るのも我らの大事な役目。分かっております。分かっておりますか。それでも、それでも、なんじゃ。信長様、十五、言うてみよ。はっ、拙者はずっと戦場におりとうございます。である。申し訳ございません。米を作るのも我らの大事な仕事。十五には後でしっかり言い聞かせまする。よい。と申しますと。わしはな、農民と足軽、この二つを分けることにした。なんですと。剣業では農繁期に戦はできん。ゆえこの二つを分ける。お前はどうする。拙者は戦まで信長様のお役に立ちとうございまする。どのように役に立つ。どのように。どのようにだ。武功を立てます。武功か。はっ。そのために剣の腕を磨くために日々を今を鍛錬に励み生きておりまする。鍛錬、見せてみよう。はっ。いやっ、えいっ、はっ、せよっ、えいやっ、はっ、はっ、いやっ。いかがにございましょう。そんなものか。まだまだにございます。信長様、少し後ろを向いていただいても構いませんでしょうか。は後ろを見てくださいませ。よろしくお願いいたします。お願いいたします。加えて信長様、耳を塞いでいただいてもよろしいございますか。は耳を塞いでいただいてますよ。よろしくお願いいたします。レンジャロン、こうか。ありがとうございます。さようにございます。では皆様、拙者に協力していただきたいことがございます。拙者がこれよりこの刀を大きく横に振ってまいります。この刀で斬られたお方、その場で大きく手を挙げていただきたいと思います。一度練習をしてまいります。参ります。行くぞ。よー、あー、ありがとうござる。ありがとうございます。はい、頼むぞ。十五の今後がかかっちゃうんだよ。十五の今後がかかっちゃうんだろ。いやー、なんでしょ。足が違うじゃん。戻る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 。じゃあもう一度、もう一度。よー、いやー、うおー、いやー、あー、あー、あー、まだまだ、もう一度、前がそーり、行こう。よー、写真は今撮らねえです。開けて、いいよ。だから、なんて言って、もう一度、よー、いやー、あっ、やー、ありがとうございます。では、この後の本番もございますので、皆様その時はまたご協力をお願いいたします。ごめんなさい、整いましてございます。おお、整いましてございます。何じゃ。では整うたって何じゃ。ではこれより拙者の剣をご覧に入れまする。こんなところにおよそ500の大軍が、これに拙者は怯えるわけにはいきません。参りますぞ。うわー、うわー、いやー。
一だ。いやー、いかがにございましょう。温かい拍手に感謝します。まだまだじゃな。しかし民を掌握しようとするその心意気、気に入った。ありがとうございます。助け、お前はどうする。わしももちろんその助けさん。そうか、お前は農民になるのじゃな。助けさん、信長様のお役に立ちたいと言うておったではございませんか。よい、畑仕事をおろそかにすれば国は滅びる。米作りもわしの役に立つ。あげめ。お待ちください、わしは農民になります。皆様の米を満たす、皆様の腹を満たす米をたくさん作りたいのです。であるか、あげめ。ですが、恐れながら申し上げます、それは信長様が目指す戦なき世が訪れた後にございます。では今は農民にならんと。はい、わしは夫とおっかを食わしていくために足軽になりました。15のような刀の腕はございません。ですがわしにはこの野山で鍛えた足がございます。誰よりも戦場を駆け回り伝令をつなぎ信長様のお役に立ちとうございます。それだけでは戦場では生き残れん。分かっております。ですからわしも鍛錬いたします。誰よりも努力をして信長様のお役に立ちたいのです。よい、言った。ジェルゴ、助け。天下不武は目前まで迫っておる。切磋琢磨しろ。その思い一つ一つ困難を乗り越える礎となる。励め。はは、参りますぞ。いよで生きてまいりたいと考える。それこそが現代演武の心。共に手を取り生きてまいる。太平の世が永久に続かんことをここに祈る。皆の者、負けるでないぞ。勝利の前祝いじゃ。勝ち時を挙げよ。はっ、名古屋とここに集まりし南田の明るい未来を願って勝ち時じゃ。それえいえい、あーえいえい、あえいえい、あこの国に夢はあるか。この国に情熱はあるか。この国に熱き心はあるか。ゆえに我らはよみがえる。この苦しき時を共に歩むために。
げたことなしでいち早く全然をつなげ陣笠隊助け。お大人様、武装の襟にて乱世を勝つわしが戦場に開くしは神社浮遊の波動なり、我こそは織田家が一番いい前田利家なり。皆の衆、辛い時こそ下向いとっちゃいかんがね。前向いて操りしろよ。この秀吉が家元をパーッと明るくしておい、わしはおよそに秀吉人間五十天然の血を比べれば夢幻のこと、再び勝負熱せぬ者のあるべき。我が名は第六天魔王織田信長であった。本当にいい気候に恵まれましたな。信長様、お前ら何もしないだろ。え、しかもどの面で我らの演舞いかがであった。それがこたびの我らの戦にございましたがゆえ。いや、わしもやりたかったですよ。わーわーわーそんなことは変です。いや、わしはちょっと後ろ見とったらわからんのだけど、おそらくあれ何回やって荒らされとってほとんどが疲れておっちゃった。いや、うん、そこら辺全然手が上がってない。あ、じゃあまた、ちょっと疲れてたよって。正直それでも頑張って手を挙げてくれたよ。ありがとう、本当ありがとう。ね、ありがとう、ありがとう、本当ありがとう。なあ、本当に、なあ、本当に歩け。さあ、我ら名古屋もてなし部正体は400年前よりの意外ですもらおうすな。この尾張名古屋城を拠点に、この全国日の本を日の本に尾張の魅力を伝えるべく日々励んでおります。ああ、そうか。さあ、この土曜日日曜日に名古屋観光に来たぞって言えるか。ああ、来とるわ。ああ、シャリアスさんじゃ。嬉しい限りですか。おそらく泊まっていくやろうから今日名古屋城来た。あ、これで夜、次の日どこ行ったらいいかの。ああ、そうですか。わしから勧めがございます。であるか。やはりちょっと暑くて疲れておるので、お名古屋城水族館なのいかです。名古屋城水族館。名古屋城水族館。そうじゃな、北側にはちょうど水堀というものがある。ああ、これは水がないわけではない。最初から水がない空堀と申してな、わざと水は溜めてくるとだ。これは行く際に水があるというよりは、なんと水をなくした方がそこを降りなければいけないがために、実は守る方としては非常に守りついた。さようでございます、うん、そして名古屋城水族館というのはおそらく北側の森に3つがあると。あそこには白鳥、シラサギ、そしてアリゲーターガーなどが生息しているあと宿坊の声もおりますおりましたので、ところじゃな。さようでございます。じゃあ、それはそれでも、あなたさんは何が見どころじゃ。あ、せっかく名古屋城に来てくれた。きっと歴史が好きな皆々には名古屋が誇る寺社仏閣に行ってほしいなと。寺社仏閣、例えば一つ熱田神宮、これ名前も聞いたことあるよっちもの多いと思うんだけれども、広本が5つの指で数えられるほど格式が高い神社なんじゃな。そうじゃな。2000年以上の歴史を誇って、さらには草薙の剣、皆々も聞いたことがござろう。三種の神器の一つと祀っております。して誠に希少なんじゃけれども、南側に進めたいのはそれだけにあらずで、この草薙の剣で刀が有名な神社でござればゆえに、たくさんの刀が見ることができます。例えば関さんがやり、これ2メートルくらいあるんですけれども、それに加えて1メートル、合計3メートルの長さの太郎たちっていう刀が毎日鑑賞することができたりだとか。今はなんだ、刀剣乱舞という非常に話題になった。あ、
この峠南部に出てくる刀も多数見ることができるがゆえに、ぜひとも足を運んでほしいな十五夜にござりまする。で、名古屋水族館、名古屋城水族館でございます。名古屋港水族館といえば、この日の本で2つシャチが見れる水族館があるんじゃけれども、その一つに数えられるのが我らが名古屋港、名古屋城で名古屋港水族館でございます。紛らわしいよ、名古屋港水族館。こちらの北館南館と分かれておりまして、イルカのプールが見れるところであったり、深海の生物を見ることができるところであったりと、こちら室内でございますので、暑くても空調効いておりますので、水のね漂っとる生物をゆらゆら見ることができますので、ちょっと今日暑かったら外はダメだなと思ったらは、ぜひとも明日は名古屋港水族館ゆっくりと楽しんでいただきたいと。名古屋港水族館のシャチが日本で一番大きいシャチ。あ、さようにございまするか。そうだ、そのあれなんですかね、水槽か、水槽越しにシャチの親子のこう連れ立って泳いでる姿が見れるのがこれ目玉でございますので、ぜひとも見ていただきたいでございます。お浜中様はもうどこかおすすめの場所はございますか。おすすめ、あ、わしはもうわし自身、あ、我にございます。はいはいはい、ここで拍手しなかったら切られるぞ。はい、拍手してこんな感じでね。では置いとけばいいんだ。名古屋名物のわしをしかとお主らのからくり聞いて収めてます。あ、それでは正面から構えて前に、名古屋名物いざ撮影開始。ポーズ。名古屋名物や2つ、どうしよう、3つ4つ5つしまいや。さあこちらどうぞ。しかと国に納めおけ。1つ元気のおっぱだし、2つ3つ一番元気だったな、4つあったよ、あー5つしまいや。明日は緑ですな。ちょっとよくわからんな。おそらく紫になる。そうです。なるほど。一つ。どうやったらあれが持ってくる。二つ。信長様、ペンペンが。三つ。わかりませんな。四つ。信長様、五つ。してしまいじゃ。ありがとうさん。乗れたか。よし。拍手しないと切られるぞ。そういうことを言うな、無理やり拍手した、焦るわけにならないだろう。いや、もう心からの拍手だな。俺自身が説得力なくしちゃった。そうだな、全般だな。あ、さようでござりまする。名古屋城水族館。名古屋城水族館。いやー、なんでそうなったんだろうな。本当に。さあ、それでは写真撮影の儀第2弾といたしませるか。何だとは何じゃ。あ、この3名の者の部の中から1人と一対一で撮れる国を設けてまいります。そして写真撮影の日第2弾じゃー。いよーいやーいやー、あ、元気。じゃあ我らの前に列を作ってまいるがゆえに、今立っておる者は少し後ろに下がり、そして今座っておる者は